とうございます。ジュリーさん、今のでパワーもらったぜ。みんな行ってらっしゃいね。じゃあだジュリー、行くぜ。ローテルディアへ。間に合わなかったか。到着しました。ここが私たちの国、ローテルディアです。ここがローテルディア。ただいま戻りました。女王陛下にお目通りを。はっ。あの人がローテルディアの女王。そして私の姉、セリーヌ・シーンです。お待ちしていました、地球の子供たち。バトルブローラーズの皆さん、ローテルディアへようこそ。最前線。バトルブローラーズの皆さん、妹のファビアがお世話になりましたね。礼を言います。ありがとう。そしてまた、本来縁もゆかりもないローテルディアの窮地を救うため、こうして遠路はるばるお越しいただいたことに深く感謝いたします。別に感謝なんて。俺たちはガンダルディアに囚われた地球の子供たちを助けるために来たんだ。そして爆眼インタースペースを取り戻すために。ことはもはやあなた方だけではない、俺たちの問題でもあるんです。そして爆眼を道具にしている戦争を終わらせるために来たんだ。あなたがリーダーの空想団魔ですか。団でいいよ。ではダン、戦争を終わらせるためにはあなたもまたこの戦いに参加することになりますよ。爆眼を道具とした戦いに。それは違うぜ。俺たちは爆眼を道具だなんて思ってねえ。爆眼は俺たちの仲間だ。ああ、その通りで。仲間っていうのはいいもんだぜ。それを聞いて安心しました。私たちも同じ気持ちです。ファビアン、早速皆さんを聖なる祠に案内しなさい。はい。聖なる祠？それがガンダルディアとの戦争に関係あんのか。話は後で。とにかく私についてきてください。ここが聖なる祠です。これはドラゴンでございますか。なんてバカでかいんだ。なぜ俺たちをここに。それはこの先にガンダルディアがローテルディアを侵略してきた理由があるからです。つ
めで水が溜まってるぜ。大丈夫ですよ。うわ、水の上を歩いているでございます。ええ、この洞窟は心がきれいな人なら通ることができるのです。心がきれいな人でございますか。なあ、お前大丈夫か。あ、当たり前だろ。声が震えてるぞ。バカ言え。俺くらい心のきれいなやつはいないってね。ほら見ろ。すげえよ。俺水の上歩いてるぜ。あまり暴れると落ちますよ。これは、これが聖なるオーブ、ローテルディアのご神体、そして爆眼の源、すべての爆眼の DNA コードが聖なるオーブに記憶されています。爆眼の源。ホッパーさん。なんや、ええ気持ちや。おお、これが聖なるオーブの力。魂が癒され、心が満たされていく。体中みるみる力がみなぎってきやがら。なんだこの感覚は。胸騒ぎにも似た落ち着かない思い。こんな気持ちは初めてだ。ガンダルディアの皇帝バリオデュースはこの聖なるオーブを手に入れようとしているのです。待ってくれ。ガンダルディアの狙いはエレメントと呼ばれる爆眼の力ではなかったのか。エレメントとは聖なるオーブからエナジーを分け与えられた代行者に過ぎません。そしてその力は今はドラゴの体内に。となればバリオデュースは必ずその大元である聖なるオーブを狙ってきます。いえ、おそらく初めからそのつもりのはず。もし聖なるオーブがガンダルディアの手に渡れば、そこに記された爆眼の DNA もまた奪われ、全ての爆眼はバリオデュースのものに。そうなれば全次元世界が征服されてしまうのも時間の問題。それだけは絶対に阻止しなくては。ああ、わかったぜ。俺たちブローラーズが来たからには絶対ガンダルディアにオーブは渡さねえ。おう。はい。そやそや、爆眼のために。ローテルディアのために。バトルブローラーズをミスミスローテルディアに行かせるとは、この役立たずが。お前らこのままで済むと思うなよ。おお、怖っ。ブローラーズが味方につけばローテルディアの戦力アップは計り知れません。ならば先手を打ち叩き潰すまで。甘やかすと癖になるからな。行くぞ、12オーダーズ全軍出撃。転送班の終わり。止血信号なし。全通信帯域の応答なし。分析結果出ました。ガンダリアンです。数6000機。6隻だと。さらに接近中。エアゼル様、例の捕虜はどういたしますか。捕虜？ああ、エルライトか。もう用はない、始末しろ。はっ。各艦、転送準備完了。全軍出撃。制圧、占領せよ。爆弾シュート。ポップアウト。ノバスピット。爆弾シュート、ポップアウト、ノバクラックス。爆弾シュート、ポップアウト、アク
カメラロス爆弾シュート、ポップアウト、アクアリズラス爆弾シュート、ポップアウト、ゼフィロスフォーミックス爆弾シュート、ポップアウト、ゼフィロス決まり、爆弾シュート、ポップアウト、サブジェラクロードアウト、爆弾シュート、ポップアウト、サブテラブルティカ、爆弾シュート、ポップアウト、爆弾シュート、ポップアウト、ルミナウルファング、なんだ、まさかこんなところで。ガンダルディアが現れました。至急戻ってください。来やがったな。お願いします、皆さん。アビリティ発動、ドレインインパクト、アビリティ発動、デッドリーインフェルノ、アビリティ発動、デュランダルキャノン、キマイラ、すべて落とせ。任せるである。アビリティ発動。バーストミストラル。まだ気絶したままか。そのまま永遠の眠りにつけ。貴様、いつから。急いでここを出なくては。アビリティ発動、アルファビアソード、アビリティ発動、アシッドバブル、お前の出番だ、ダラク。2のシールドを破壊しろ。任せろ。行くぞ、我がしもべども。爆弾シュート、ポップアウト、アクロンダラク、アビリティ発動、ダークネスレイボー、全軍ダークに続け。2のシールドも破られたか。ブレイズバーナム、なんてパワーだ。アビティ発動、ライダー激闘だ、行くぜ。ファビア様、ご無事で何よりです。はい、それよりあの者たちは。彼らこそ優秀な地球の爆弾バトラー、バトルブローラーズ、私の新たな仲間です。バトルブローラーズ。
だか。おらおら、来た骨のあるやつはいねえのか。ここにいるぜ。爆眼シュート、ポップアウト、サブテラコアデム、誰だ。俺はコアデム、サブテラコアデム、正義の味方だ。こういう牛野郎、てめえ俺に喧嘩打ったらいい度胸だぜ。ボトルブローラーズ、お手並み拝見といこう。バトルギアアビリティ発動、ギガースポインター、行っちゃうぜ。あれはなんかすごいの出てきよった。へへ、面白いバトルギア持ってんな。敵、あいつ敵、キュルルルルルル、爆弾シュート、ポップアウト、ルミナーアナウト、この命姫のために。爆弾シュート、ポップアウト、ルミナラプトリクス。これは騎士団長とジャジャウマ姫がお揃いで。エルライト、貴様いつの間に。この命に変えても聖なるオーブは絶対に渡しません。なんてバカでかいんだよ。これも爆弾なのか。見ろダン。お前がボスか。威勢のいい小僧だな。今すぐ戦争をやめろ。爆弾は戦争の道具なんかじゃねえ。どうなんだダラク、お前は道具か。ふん、くだらない質問だな。なんだと。アビリティ発動、サンダーグローブ。アビリティ発動、スパイラルプレッシャー。よりゃー、水鉄砲かよ。アビリティ発動、メガロテレイヤー。あやつ敵、なかなかいい腕をしているな。だが我が輩の敵ではないのである。当たり前だ。アビリティ発動、マルチカムエフェクト。消えた。ちぇ、どこで。落ち着け、オクタ。しまった。うわ、遅いわ。踏ん張れコアデム。ブルチカンとここまで張り合うとは、あの爆弾危険かもしれんな。ミラージュアップ。アビリティ発動、スコルファング。貴様まだ生きていたか。そう簡単にくたばりはしない。貴様を倒すまではな。遅い。アビリティ発動、ハイエッドスクラー。アビリティ発動、デッドリーインフェルノ。大丈夫かドラゴン。お前がドラゴン、地球最強の爆弾か。何、やつが本体の爆弾か。この程度とはたわいもない。なんだと。俺と戦いたければここから引きずり下ろしてみろ、できるならばな。言ってくれるな。頭きたぜ。おいドラゴン、俺たちのすげえとこ見せてやろうぜ。ああ、言われっぱなしで黙っていられるか。アビリティ発動、ブレイザーハマー。アビリティ発動、サンダーブローブ。地球の爆弾を舐めるな。何？お望み通り引きずり出してやるぜ。貴様、何？何だ？
聖なるオーブが叫んでいる。なんだこの光は。なんだ、消えちまった。さっきの光は何だったんだ。どういうことだ、説明しろ。はっきりしたことは分かりませぬが、何かの強大な力で強制的に次元転送されたものと思われます。強大な力だと。ダラク、お前は何か知っているのか。あの光はお前とドラゴが接触した途端に起きた。知るはずがないだろう。だが興味はある、あのドラゴという爆眼に。では本日ただいまより、君たちバトルブローラーズをキャッスルナイツの一員として任命する。姫、本当によろしいのですか。当然です。私もブローラーズの一員ですから。戦場では君に助けられたな、礼を言うよ。ありがとう。やめてくれよ隊長さん。隊長ではない、騎士団長だ。これからもよろしく頼む。ああ、任しとけってな、ドラゴ。おう、もちろんだ。シールドは破壊されてしまいましたが、僕に一つ考えがあるのでございます。ここはうまく敵を欺き、2のシールドを取り返しましょう。そんな時、上空に現れる3隻のガンダリアン。では作戦実行です。皆さん、何としてもここで敵の足を止めましょう。次回、電光石火。頼みますポッパーさん、爆眼シュート。今度のマルチョは一味違うでございます。